はいどうもファンネルです。ではドラゴンクエスト11続きやっていきたいと思います。ということでこれまでのあらすじは、仲間を探しながらラムダを目指す旅の途中にマルティナの噂を聞いた主人公たちはモンスターカジノへと変わったグロッタの町を訪れます。そこでマルティナと再会しますが、彼女はブギーによって魔物へと変貌していました。変貌ですか、まあいいや。で魔物化したマルティナの襲撃を止めると、ついに黒幕であるブギーが姿を現す。そして主人公たちがブギーを倒すと、魔物化していた者たちは元の人間の姿へと戻り、グロッタの町は魔物の支配から解放される。魔物化していたことで新たな力に目覚めたマルティナは、旅の途中で見つけたというマーメイドハープを主人公に渡し、再び仲間に加わる。こうして一行は仲間たちを探す旅を再開するのであった。というところでマーメイドハープ入手したので、まあ、実はマーメイドハープ使って海底王国ムーレアに行けるところの、なんていうんですか、海の光ってる場所に行って使おうと思ったんですけども、ちょっとそこはやっぱり行けなくなってたので、まあ現状行くところとしてはやっぱりクレイモラン城に続くとこですね。ということでなよなよ神父ですね。まあここをまたソルチコにいた理由はカジノでちょっとねメダル集めしてたんですけど、でとりあえずそのクレイモランの方に行きたいかなとも思ったんですけど、ちょっとねサマディ王国ですかね、そっちの方で、まあ、このホムラの里か、こっちとサマディ地方、この両方でムービーが入ったので、まあ、まずはサマディの方行ってみようかな。クレイモランの方に多分行こうとすると、海で上の方に船で行くんですけども、多分そこでなんだジャコラだったかな、あの海底王国の襲った魔物と戦うことになるんだと思うんで、まあその前にサマディ王国にいるジャンピングドゲザーがに定評のあるちょっと王子様のところに行ってみようかな。ということでなんかサマディ王国のあれ上になんか隕石みたいなね、あ王国の方じゃねえのか、落ちかけてるんですよね。それもなんとか解決しないといけないね。とりあえずなんか国王かなんかの許可をもらっていかないといけないみたいなんで、まあ、まずこれからクリアしちゃいますか。あ見えねえな、勇者の星か、勇者の星が落ちるとかってなんか言ってたんで、まあいいや、とりあえずここでムービー見ちゃいますね。で入ります。ここそういえば馬のレースまだ難易度一番高いやつできてなかったんで、多分もうできるようになってると思うんで、それもやっていきたいかな。さあさあムービーのはずですが、あシルビア装備変えたんで、勇者の星がサマディに迫っているという噂は本当だったのか。あ神よいね、これですね、これが勇者の星らしいんす。体重が地に落ち世界が闇に包まれた後、突如として落下を始めたそうだ。一体世界で何が起こっているのか。あちっちゃいトトロ色ついちゃってる、勇者の星か。これみんな見えないのかな。わん歩いてる、登ってるユグノアには老主様が邪神を倒したと、ロトゼタシアを永遠に見守るため天に昇り勇者の星になったという神話がある。あらあらあら登ってるよ。お主の母エルノが好きだった老主様の神話、古代の人が作ったおとぎ話に過ぎんと思っていたが幕浦には見えてますね。これ魔王によって世界が崩落した今この時、勇者の星が落下を始めたことを考えるとそうとも言い切れんか。この子ら普通白くて見えないはずなんですけどね、うっすらで。どうした枕、人の話も聞かずぼーっとしようってしょうがないやつじゃの。もう一度わしの話を聞くか。いやいいっす。おおそうか、聞いておったならいいんじゃ。いずれにせよあの星がこのまま地上に落下すればサマディも無事では済むまい。
マクフライ王宮に向かうぞ。サマディ王に話を聞いてみるのじゃ。あのちっちゃいトトロは何だったんだろう。ここクエストあるかな。現状なさそうかな。サマディの人々は神話にある通り、勇者の星がロトゼタシアを見守る神聖の星だと信じてきました。しかし勇者の星のまがまがしい姿を見て、あの星は神話にあるような尊い星ではないと考える人が多くなっています。私にその真意は分かりませんが、あの星について何か情報を得たいなら城にいるサマディ王にお聞きください。じゃあ王様のとこ行きますか。しかし王に話を聞けっていうのもなんか滑稽なんだ。どうした。すごいやすごいや、勇者様復活するんだ。いやー、なんかムジュラの仮面思い出すな。巨人4体召喚しないといけないですね。お、君は世界にある全ての的を壊したってね。お、なんかくれるんだ。幸せの帽子もう持ってるけど。ボーガンマスター、これいつまでかクリアしてましたね。私全部この人に話しかけないとダメだったんですね。王様に話聞いて、あれ落ちるのを食い止めるなんちゅうことはできんだろう。王子もいるんかな、上に。ずいぶん、しかし暗くなったもんだな、この城の中。電気つけなさいよ。ムービー入るかな。入りますね、ムービー。パリス、危険な真似はよすのだ。父上心配いりません。僕があの星の謎を解き明かし、サマディの民を安心させてみせます。お、もう震える王子じゃなくなっている。あら、気づかない、こっちに。お、マクフライではないか。いつぞやパリスが世話になった。お、あー、なんと、そのご尊顔は久しぶりだな、サマディ王よ。ユグノアを忌まわしき最悪が襲ったあの日、四大国会議の日から16年ぶりになるか。ロー殿、事情はすべて聞いています。勇者がロトゼタシアに最悪をもたらす悪魔の子だという話はデタラメだったと。デルカダル王の嘘を見抜くこともできず、世界の崩壊という最悪の事態を招いてしまったことを、どうかお許しください。もうよいのじゃ、顔を上げよう。全てはデルカダール王に取り付いたウルノーガンの仕業だったのだ。他の誰に非があるわけでもない。ロードの、ありがとうございます。それよりも今は勇者の星のことだ。このまま地上に落ちれば取り返しがつかん。あの星について何か分かってないのか。国の学者たちに調査をさせているのですが、今のところ何も分かっていません。ただ一つだけ気になることがあります。息子のファリスがあの星を覆う赤い結界に刻まれた文字のようなものを発見したのです。勇者の星に結界が、そこに文字のようなものが刻まれておるじゃと。はい、それで王子は先ほどその文字のようなものを調べるため学者を連れてバクラバ砂丘へ向かいました。ふむーん。マクーライ、わしらも何故勇者の星が落下を始めたのか調べに行くぞ。ロードの、バクラバ砂丘に行くのであれば息子の様子を見てくれませんか。どうもファイリスのことが心配で。ありがとうございます。石章を塞ぐ兵士には通行を許すように言いつけておきます。では息子をよろしく頼みます。完全にローの方が立場上なんだな。ファーリスのことは心配ですが、あの子ももう大人の男、自分のことは自分で決めるべきです。私はあの子は自分の役目を果たす姿を母としてただ見守るだけです。あれ、これ奥に何かあったの。あ、勇者の星見てんのか。じゃあ行ってみますか。なんか揉め事かな。あ、学者が嫌がってる。ここじゃ文字が見えるわけないだろ。もっと近くに行って調べないと。バクラバ砂丘に入るのは危険です。いくら王子といえでもその命令は聞けません。じゃあここから文字を解読できるっていうのか。いやそれは望遠鏡ないんかな。ふふ、王子ちゃん久しぶり。もう格好違ってもう分かんない。あ、マクーライさん、シルビアさん、久しぶりだな。無事だったんだ。王様ちゃんから事情は聞いてるわよ。あの星を調べるためにここに来たんでしょ。ずいぶん成長したじゃない。えへへ、それほどでも王子として仕事をしてるだけさ。でも皆さんどうしてこんな場所に。俺たちがここに来た目的はお前と同じ、勇者の星の調査に来たのだ。
あなたはデルカダールの英雄グレイグ将軍じゃないですか。こんなところでお会いできるとは。俺の名を知っているのか。もちろんです。あなたは騎士の憧れ。僕はグレイグさんの部隊に入るのを目標にしてこれまで頑張ってきたんです。その言葉は嬉しいが、我が隊に入らずとも民を守ろうとするその勇気があればお前は立派な騎士だぞ。ああ、グレイグさんからお褒めの言葉をいただけるなんて感激です。じゃが時に王子よ、その様子を見るに勇者の星の調査はなかなか苦戦しておるようじゃな。じいさん、そうなんだよ。じいさんって言っちゃうんだね。学者がおじけづいちゃってさ、さすがの僕でも文字の解読はできないし、どうしたもんかと。ではお主が見つけた古代文字、わしが解読してやろう。え、じいさん、あんたも古代文字が読めるのか。ありがとう、助かるよ。多分バクラバー砂丘の中心にある遺跡のあたりなら文字もよく見えると思う。僕は先にそこに行ってるから。すげえな、王子も変わったな。本当に申し訳ありません。一緒に行きたいのですが、どうしても恐怖で足がすくんでしまって。しょうがないよね。王子は砂丘の中央にあるバクラバ石群、石群へ向かいました。どうか王子をよろしくお願いします。オッケー。トリッピーいるな。トリッピーは一回戦っとこうかな。アイアンクック、メタルだろこれ。ギガスラッシュは持ってないか。まだ硬いな。あ、逃げた。オーガード、ナイスグレイ。あ、逃げた。これこいつら逃げるけど硬いぞ。経験値持ってるとかじゃないよね。うわ、強いぞ。これ普通にあれかな、魔法の方が効くよね絶対だろうね。完全に呪文耐性ないやつだったんだね。まあいい経験だった。よし、じゃあ行くか。やべえな、これ砂漠のクジラがいるな。この馬もいる。あれ、王子倒れてる。え、倒れて読んでんの。ああ、そうやって読んでんの。ちょっとちょっと、王子ちゃん何し寝てんのよ。星を調べに来たんじゃないの。こんなに大きな星を真下に見る機会なんてめったにあるもんじゃないから、記念にさ。いやー、すごい。みんなもやってみなよ。相当すごいんだろうな。いやー、これはやばいだろう。の手がうずく、大丈夫。あ、みんなに見えないんだ。おじちゃん、あなた結構肝が据わってるのね。それはそうと、この遺跡って何なのかしら。こんな荒野のど真ん中にポツンとあるなんて不思議よね。さあ、じいちゃんのじいちゃんのそのまたじいちゃんの時代からあるらしいけど、詳しくは知らないな。お、顔を歩いちゃいけないよ。この子もここに来たってことは、この子がもしかしてワープゾーンみたいになって空間転移であの星のところを連れてってくれるのかな。お、シルビアが作られた時は大切な役割があったのかもね。なんだか古代のロマンを感じるわ。なんだ、急に上見そうだな。グイッ。ふむ、確かに星には何やら文字が書いてあるようじゃな。早速調査を始めるか。望遠鏡、そっからじゃねえと。お、なんかやるぞ。大丈夫。どっちに話しかけんの、こっち。まずは、まあそう焦るな、もう少し解読できるからおとなしく待って俺。しかしすごい迫力だな。こんなに間近で勇者の星を眺められる機会なんてそうそうないよ。マクーラさんもせっかくだから遺跡の真ん中に立って眺めていくといい。これ絶対真ん中に行ったら吸い込まれるパティーン。そして私は上を見ても見れない。よいしょ。あれ、なんで今 HP ゲージ出た。私が見えるのか。そんな喋り方なの。それではお前が、
アクーライちゃんどうしたの？独り言なんて珍しいわね。あれ、いなくなった？過ぎ去りし時よ、さあ我が元へ来たれ。お、なんだあれ、なんか中にある。ちょっと何、何が起こったのよ。見ろ、星が。そりゃ怖いわな。ちょっとちょっと、星が落ちてくるじゃない。解読成功か。おう、やべえ、魔物来た。ロー様、ここにいては危険です。早くこの場を離れましょう。ま、待って、もう少しじゃん、もう少しで、あの文字が読める。なんだ、どういう展開だよ。ちょっと、みずぜるファ、みずぜるファ。ロー様、もう限界です。さあ早くこちらへ。お、やめろー。今度は何なんだよ。なんだやろう。ヌーン。お、勇者の星切っちゃう。ああ、ファーリス王子が。これで世界は我のものなり。何も、あれは魔王の剣。星が消えてしまった。あの星は本当に勇者の星だったのか。それにあの剣を持った魔物は一体。何言ってるんですかグレグさん。あれは救世主ですよ。救世主、救世主がサマディを救ってくれたんです。これでサマディは安心だ。王国のみんなもほっとしてるんじゃないかな。じゃあ僕は先にサマディに戻るよ。マクーライさんも何か用があったら気軽に王宮まで訪ねてくれ。そんな簡単なことなのか。あの子どこ行ったんだろうね、ちっちゃいトトロ。消えてしまったが、あの星にはニズゼルファという古代文字が刻まれていた。ニズゼルファとは一体何なのじゃ。それではサマディの王様ちゃんにニズゼルファって言葉に心当たりがないか聞いてみましょう。何かわかるかもしれないわ。じゃあまた王宮に行くんですね。あのちっちゃいトトロは、あら、いる。わあ、震えてる。クソーみたいな感じになってる。話しかけてあげた方がいいのかな。ああ、もう喋らない。きっとこの子なんか勇者の星に関係あるんだろうな。じゃあ王宮に戻る前にちょっと失礼、あのキャンプにルーラーポイント作っとく。ドケイ。時間的には王宮に戻って終わりぐらいかな。このワイバーンドックも強くなってんのかな、もしかして。よしで軽く休んで、よし、これで多分ルーラポイントになったから。なったね、多分これかな、これかな。よし、なんかボスと戦うのかなと思ったらそうじゃなかったんですね。まあとりあえずニズゼルファーなるものの情報を王様ちゃんに聞きに行きますか。あれ、音楽が戻りましたね。
あれ元からこの音楽だったかな、ちょっと覚えてないな。もう星は消え去った。ドラクエ恒例の裏ボスみたいなのいますけど、あれがそうとかそういう感じなのかな。話進展するのか、特に何も進展がないのかわかんないですけど、学者さんは特に多分無能だな。ムービーになるかな、なんか話してるからムービーになりそうだな。なるなーい。なる。まあムービーではないか。お二人ともよくぞ戻られました。勇者の星がいきなり砕け散ったので心配していたのですが、無事で何より。ファーリスから話は聞いておりますぞ。星が落ちてもうダメだという時に救世主が現れ、あの星を切ったそうですな。救世主かどうかはわからんが、まあそれはいいのじゃ。それよりお主に聞きたいことがある。わしが見たところ、星を覆う結界にはニズゼルファ、そう刻まれておった。この言葉に何か心当たりはないか。ニズゼルファ、聞き覚えがありませんな。空に浮かぶ勇者の星に刻まれたこの言葉、きっと深い意味があるはずなのじゃが、仕方がない。わしらには魔王を倒すという大事な使命が残っておる。先を急ぐとするか。ロードの魔王退治の旅、私たちも微力ながら応援いたしますぞ。もし困ったことがあれば何でも言ってくれよ。今度こそ僕がマクグライスさんの力になるからさ。はい、ということでこんな感じなのかな。ここはまあ一回外に出て何にもなければまあ何もないんでしょう。まあ場合によってはね、ここでまあ終わるついでにおまけとして、馬のレース最一番難しい難易度のやつですか、やるところだけまあ追加しておきますかね、動画で。まあ、多分何もないんだろうな、あれなんかにつながってるだけで。はい、何もないですね。ということで今回の動画はじゃあ以上になります。特になんか大きな進展なかったですけどもね。次回はですね、ホムラの里行ってちょっとなんか問題があるみたいなんで、はい、こちらでちょっと話聞いていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。では皆さんご視聴ありがとうございました。まあ後半にちょっとおまけ動画として、馬のレース入れたいと思いますんで、よろしくお願いします。では皆さんさようなら。はい、ではおまけ動画としてゴールドハイやっていきたいと思います。ということで、優勝商品はメタスラヘルムですね。まあこれ持ってるんで、まあやんなくてもいいような気もしますけどね。今回はどんな難関なのかな。これ長押しですき。あれでも操作ちょっと忘れちったな。何ボタンであれだったかな。馬ドリフト R2 がダッシュ、ドリフトで、おじゃ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 、お前これはやっぱむずいな。うわったい。やべ、あいつ早い、あいつ早いぞ。うわったい。てかむずいじゃんこれ。ふっ、なんかあれないのかな。え、ラストスタート？ちょっとしたこのよいしょよいしょ、頑張れ頑張れ、ドリフト、やばい、これは負ける。いけ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 、無理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 、いけ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 、後半、よいしょ、危ない。一応あれですね、なんか敵さんが温情じゃないですけども手抜いてくれた感ありますね。
はい、ではゴールドハイの優勝商品はメタスラヘルム。お、金の鉱石も。これ別にもう優勝しちゃったら、ああプラチナ鉱石とかもらえるのね。はい、ということで、はい、無事1回目で優勝できましたんで、これにておまけ動画終了になります。では次回もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。